一瞬静まり返る場内。さあ、準備が整いました。スタートを切りました。16頭、まずまずのスタートといったところであります。さあ、先行争いであります。10番ロータスランド先頭、その外15番サウンドカナロア、それからもう1頭1番オーアマゾン、そしてその後ろから13番ダノンザキッド、外を通ってレインボーフラッグ、内を通りましてグレナディアガーズ、プリノガウディが、その後ろ、そして外からはインディチャンプ、3番シュネルマイスター、緑の帽子にご注目ください。これが一番人気のグランアレグリア、内を通ってサリオス、ちょっと離されまして14番リプレーザー、サウンドキアラがそのうちにいます。それから6番ケイデンスコール、その外に8番ダーリントンホール。大歓声が上がる阪神競馬場、大歓声が上がる阪神競馬場。先頭行くピンクの帽子はサウンドカナルア、ロータスランド懸命に追う。さあ、このまま逃げ切ってしまうのか。2番手にオールアマゾン、先頭サウンドカナルア、しかし差はそれほどでもない。グランアレグリアも追い込んできた。グランアレグリアかわすかかわすか、グランアレグリアがかわした。ムチが飛んでいる。スネルマイスター先頭、ルメールとグランアレグリア、グランアレグリア1着、1番人気に見事応えました。1着10双番、2着3番、3着4番以上のように確定しました。一瞬静まり返る場内。さあ、準備が整いました。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。注目の先行争いでありますが、サウンドキアラが上がってまいりました。1番オーアマゾン、10番ロータスランド、外から行こうというところ、サウンドカナロアがかわしていきました。そして5番手にプリノガウディ、これが一番人気のグランアレグリア、ルメール騎手、この手応えはどうか。そしてその後ろから9番グレナディアガーズ、それからもう1頭3番シュネルマイスター、そして外からはインディチャンプ、その後ろでやりましょうか。13番ダノンザキッド、外を通ってレインボーフラッグ、そしてそのうちに4番サリオス、それから6番ケイデンスコール、14番リプレーザー、そのうちからは11番カテドラル、しんがりからダーリントンホール。阪神のスタンドが揺れています。先頭行くピンクの帽子はサウンドカナルア、ロータスランド捉えるか。サウンドカナルアが抜け出した。3番手にオールアマゾン、さあ先頭はサウンドカナルアが半馬身リード、間から緑の帽子グランアレグリア、頑張る頑張る藤岡とサウンドカナルア、グランアレグリアが2番手捉えた、かわしたグランアレグリア、ダノンザキッドが襲いかかる。1着グランアレグリア。この馬はいい調子だね。1着12番、2着13番、3着7番以上のように確定しました。ゲートイン終わりました。体制完了。スタートを切りました。16頭、まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。ロータスランドが先手を取りました。これを追って1番オーアマゾン、15番サウンドカナロア、そして外からは16番レインボーフラッグ、それからもう1頭グレナディアガーズ。まもなく第3コーナーに差し掛かります。ダノンザキッドがかわしていきました。そしてその後ろから4番サリオス、その外からは12番グランアレグリア、サウンドキアラ、内から1頭クリノガウディ、6番ケイデンスコール、その後ろでやりましょうか。シュネルマイスター、ちょっとばらけてきました。外から1頭7番インディチャンプ、この辺りちょっと離れている。リプレーザー、内を通って11番カテドラル。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。
さあ向きを抜いた、ルメールとグランアレグリア、どんな足を見せるか。さあ先頭はオーガマゾンが半馬身リード、2番手に外からはロータスランド、先頭坂井とオーガマゾン、ダノンザキッド懸命に追う、捉えるかダノンザキッド。おーっと内をこじ開けてグレナディアガーズだ、かわしたかわした、グランアレグリア、カテドラルが襲いかかる。1着11番カテドラル、1番人気のグランアレグリアが2着。2着12番3着3番以上のように確定しました。